はい、皆さんこんにちは。前回お送りしたのは相鉄線が見えてるあたり、あそこから2つ橋を来たところ、ここは常盤橋です。そこに、あそこに見ますのが片平小学校で、その先が星川駅です。それで今日なんと資料を持ってくるの忘れてしまいました。で、確か私の記憶ですと、ここからぐるっと回って片平小学校の方へ向かう、おそらくはこの道なのかなと思うんですけど、それで片平小学校をぐるっと回ってまたあそこに戻ってくる形だったはずです。ということはこの辺が川の跡地なのかな。お前小学校の、周りでそばでカメラ回すのどうかと思いますけど、今片平川の歴史をたどるという目的があるので、そうまずくはないでしょう。それでこの先、ここ今右側が片平小学校、はい、先ほどから少し歩きまして、相鉄線のガード下です。多分おそらくここじゃないのかな。すぐ線路沿いを川が流れてたと思うんですけど、多分もうこっからずっと行ってまたさっきの川に戻るって形、現代の川に戻るって形だと思いますが、はい、もう一回さっきの位置に戻ってみましょう。はい、際橋まで戻ってまいりました。昭和43年7月3日、7月31日竣工とありますね。ということは51年前。こっちは昭和55年。もともとは昭和43年にここの橋を作った。つまりここに道ができたのはその頃なんでしょうね。で、その時代に川がこっちに移ったのかな。じゃあ、また向こうに戻りたいと思います。戻りたいと向こうに行ってみたいと思います。はい、あちらに見える橋は先ほどいた橋で、これが片平小学校。そして片平小学校、当時はなかったはずですけど、ぐーっと回ってきて、そこに出てきて、またここに戻ってくると。あ、なんかカッパがいるな。それで多分このカーブ、これ公園になってますけど、このカーブが、もしかするとその名残かもしれません。そしてまた向こうに行くんだったかな。この先のことはちょっと資料を用意してからもう一回改めて聞きたいと思います。まあ、とりあえずじゃあ今は巡ったところを家に帰って資料を見比べてみましょう。あ、なんか書いてあるけど、川辺公園浸水公園で遊ぶ時の約束、あ、これは関係ない、はい、まあそんなわけでございまして、ほら公園になってますね。このカーブ、もしかするとですね、関係あるのかもしれません。はい、というわけでありまして、ここが片平小学校。この橋を渡って、こんな感じで進んで、そうですね、ここら辺りが元片平川だったんじゃないかというふうに言ってましたけども、そうですね、こんな感じで回ってぐーっと来て、この辺がすごく曖昧なんですけども、多分こう来たんじゃないですかね。それでぐーっとこっちに曲がって、あの公園のカーブに来て、こんな感じで、まあね、今は川広いですけども、当時はもうちょっと狭かったんじゃないかな。で、こうぐにゃぐにゃと、この辺はまあ、今の川なんですけども、川の範囲でぐにゃぐにゃその曲がっていたのかなと。で、それを表すのがこれですね。先ほど渡った橋。それで、こう、ぐっと、この川は、新たに掘られて、これから増幅されるのかなっていう感じなんですけども、これは1947年。もともとはこう来て、ここは今の片平小学校ですから、このその周りをぐるっと回って、このさ、あの公園のこのカーブかな。でもここなんかいろいろ枝分かれしてて、これが何なのかは
よくわかんないんですけども、1947年というわけでありますから、今から73年前の空撮が残ってるわけっていうの、残ってるってもすごいんですけども、それで、それ以前、その時は、かなり、カタピラガの回収が進んでいたっていう感じなんですかね。とりあえずは、この先は、星川駅の先、カタピラ小学校、星川駅の先、あれどこになっちゃうの？そうですね。この辺が、ここから星川駅になりますので、はい。星川の先の和田町駅付近かな？次、ここをお送りするのは。その前に、星川のちょっと先、すごく微妙に変わったよ。1947年と1963年のルートが違うよ。1963年でもうすでに56年前ですね。56年前のことで。で、まあ、大昔の話ですね。ここ、名残があるかなと、それを探りに行きたいと思います。まあ、次は、はい。星川のよりも、さらに上流を目指して、和田町あたりを行きたいと思います。